はい、おはようございます。昨日はちょっと疲労から、爆睡してしまいました。失礼しました。で、動画ちょっと遅れましたけど、そうですね、今日の3乗メインとあとちょっと勝負しようかなと思ってるベースだけ上げようかなと。まずはですね、この CBC ですか、 CBC をやりたいなと。で、CBC なんですけど、これちょっと CBC なんですが、有力馬があんまり、あまり音数的に良くない。で、名将ライナーと脇のブレイブが激走の可能性があるっていうところですね。ですが、中京実績踏まえて、シンデレラボーイを本命にしました。はい。Z ウス1で、川田騎手が577で、今月は7が強くなるんでね、音数に7持ってる馬がいいのかと。で、今日は1か10、が強い日でね、10番入ったっていうのと、あと回数の法則で7、7枠の10番。で、中京実績ある。うん。で、昨日、土曜日、川田と、飛んだんで、土曜日飛んだ騎手っていうのが、日曜日のメインで、やはり、好成績、巻き返すっていうパターン多いんでね。で、あとはこれ、軸が決まったんで、シンデレラボーイ。あとは、あれですよね。デメノートから、この、10点ですか。上げさせてもらいます。中京はこんなところで、はい、シンデレラボーイに、かけます。10点ですけどね、3連複の10点。それから先に函館の11レースメイン、トモエ賞、こちらはレッドレイブンに、しました。というのは、レッドレイブンにしました。レッドレイブンにしたんですけど、筑波アズマ王ともちょっと悩んでて、筑波アズマ王が音数トリプルで、レッドレイブンが運命数も9を持っててっていうこともあって、で、昨年が2着ですか。で、昨年より明らかにメンバーが弱いんですよ。タレントが揃ってない。なので、レッドレイブン、ここが来なきゃやばいだろうなって逆に思ってますね。で、レッドレイブンから、3連複、ここは8点ですね。頭数が頭数なんで、8点で、いってます。で、上の方が、硬いところで有力してるところなんですけどね。それから福島日経ですか、ラジオ日経ですよね。アップクォークにしました。アップクォークにしたんですけど、アップクォークにしたんですが、アップクォークにしました。まあ、ブラックスピネル普通に音数トリプルだし、アーバンキットは運命数1ですか。ナイトオブナイツが Z 音数1、運命数1。あとは、これ丸つけてないですけど、トリプルですね。ストーミーシーは。これも丸つけるの忘れましたけど。7、Z 音数7。これは797で音数トリプル。ストーミーシーも激走気配にありますけど、アップクォークにしました。アップクォークにしたのは、これはボケに、アグネスタキオン入ってますよね。アグネスタキオンですと、クォークスターっていうのがいましたよね。同じクォークでもクォークスターっていう馬がいて、2着来てますよね。うん。で、ラジオ日経賞なんで、K を持つ馬と、イニシャル末尾に U 持つ馬、アップクォーク、が該当するのと、あとは、開催会の法則で2枠に入ったっていうことですよね。2番、11番、2枠で言うと2枠。
そういったところからちょっと前走をね、7分ぐらいの出来で勝って、2着の馬がね、カルバリオ、これが函館ですよね。この前余裕で勝ったんで、今回は仕上げてきてるんで、アップクォークで間違いないなと自分の中では思ってます。ブラックスピネルが57キロがちょっと不安なんで、昨年の 56.5 でもアンビシャスだったからっていうのもあるんだろうと思ったんで、ここは11点にしました。デメノートからですけどね、11点にして、そうですね、上の方を重きを置いてる感じですよね。ゼービントとの3連覆、まあここらで行ってみたいと思います。はい、アップクォークです。で、今日の勝負レースってわけでもないんですけど、私のメインかなと思ってるのがこの函館の12レース同心スポーツ杯、カービングパスですね。藤沢厩舎のカービングパスと、やはり今日はレッドレイブンなのかなというところですよね。発展なんですけど、均等買いとかして、行こうかなという感じですね。100円とかじゃなくて、ちょっと200円以上は抑えようかなと。他のメインは100円で、3連複楽しむ感じで行こうかなと。はい、昨日はね、3連複ダメでしたけど、デメのやつは軸は3つとも来たんで、雪のアイオルスとともにね、まあ軸馬センターはなんとかね、まずそこですからね、そこを通過してデメが通りに来れば的中なので、まずは軸馬がね違ってたらそこで違いますんで、この軸馬が来ることを祈って、今日は良い日曜日にしたいと思います。ということで、消えちゃいましたが、馬券は自己責任でお願いいたします。それでは失礼します。カバラの運命数のやつは来週やりたいなと思ってます。平日ちょっとバタバタしてるんで、他にも競馬以外のね動画をねちょっと上げなきゃいけないんで、セイントセイヤの30周年のイベントとかも行ってきたんで、そういった動画も溜まってるんで、そちらの方をちょっとこれから上げていこうかなと。それでは失礼します。